野良くん朝からずーっとスマホ見てるけど、営業行かなくていいの？行行くいく。もうちょっとしたら行くから。この動画とあと23本見終わったら行くから。いや何しに会社に来てるの？会社の wi-fi 使って動画鑑賞に決まってるだろ。逆切れ野良くんこのままじゃダメだよ。最近営業100連敗中じゃないの？会社からの評価むちゃくちゃ低いからね。いい加減にしないとクビになるよ。しょうがないだろ。営業先が話聞かないんだから、野良くんの失礼な態度に問題あるとしか、私もそう思ってたよ。野良くんのためにマナーの先生を呼んであるんだ。何を勝手に先生。どうぞ。皆さんこんにちは。 こんにちは。ちは本日はよろしくお願いします。相手の顔を見ながら一礼でしょ。あ、すみません。いや、私ではなく野良クービーしばし鍛えてやってください。逃げないの？無理だからああいう人僕無理だから、もこちゃん別室に連行してはい。やめて本当に無理だから。<laughs> よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いたします。何べんも今とわからんか。怖い。よろしくお願いいたします。怖いわいらん。よろしくお願いいたします。帰りたい。帰りたい。 ここちらそよろしくお願いいたします。それでは名刺交換の所作に参ります。名刺、名刺はっと、あった。名刺入れ2連らかい。す、すみません。名刺は社会人にとって身分証明書です。必ず名刺入れに入れておくこと。はい。延びした返事するな。はい。では名刺交換の練習をしましょう。め、名刺です。お受け取りください。違う。名刺を渡すときには必ず名乗る。ええノラです。えぇはいらんし、ノラでございますや。あと行くすぎや。ノラでございます。両手でやろう。ノラでございます。シャキッとせぇ。ノラでございます。 野良でございます。野良でございます。マくな。<laughs> お疲れちゃん。どうだったしっかりとマナーを叩き込まれました。今日から私は一人前の社会人でございます。あつかむしい。ごめんなさいごめんなさい。まだまだ半人前でございます。マナーよりもトラウマを叩き込まれた感じね。早速だけど営業先に行ってくれる社長に営業頼まれちゃってね。野良くんお願いね。社長にって野良くんね大丈夫なんですか大丈夫。契約寸前まで進んでるからよっぽどのことがなければね。承知いたしました。復唱いたします。私野良は営業先と契約をしてまい,ればよろしいんですね。 う,うんうんそれでは行ってまいります本当に大丈夫かしら <laughs> 失礼いたします本日はお忙しい中お時間を割いていただき誠にありがとうございますのらっちじゃん元気はいおかげさまで本社におかれましてはますますのご発展のご様子何よりと存じますふフー何それめっちゃウケるんですけどはいおかげさまでつうかさかたすぎじゃないもっと楽にいこうよ い,いえ、私は半人前の社会人ですのでマナーを徹底する所存ですなにそれ私が社会人じゃないみたいじゃんこれでも1日に何億も稼いでるんですけど業績とマナーは関係ございませんなんか気分悪み契約なしの方向でじゃあねこちらからもお願い先でございます失礼いたします <laughs> ただいま戻りましたどうだったうまくいったでしょうはい交渉決裂いたしましたはい相手先のマナーがなっておらず取引先にそう惜しくないと判断いたしました何しちゃってくれてんの社長から受けた仕事なんだよ怒られても知らないよはいもしもし はいこれから野良と参りますほら早速お呼び出したよ一緒に行くよ承知いたしましたやっぱりこうなるのか <laughs> 失礼いたします野良くん一千0億円の利益を棒に振るだなんて何考えてるんだねはいおかげさまで誰の何のおかげさまなんだいもういいから普通にしなよいいのわー疲れた少しも反省してないよねするわけないっしょ僕は誰だと思ってんの野良だよあ間違えた ノラでございますなんでその態度は罰として200時間の残業を命じるえバカなの社長になんて口の聞き方だ全て君の責任だからねしっかり残業するように富沢貴様も同罪で200時間残業しろ私もですかププ,プじゃメなんで私まで私何にも悪くないよね同情するならチャンネル登録お願いこれだからノラくんはいつまでたっても昇進しないんだなきっと日常生活でも友達いないんだろうな 次回会社のお金で高級車用車用を買うはあ、はあ、社長どうした富様。すごい安いじゃないかしゃ社長営業先に行くのに徒歩3時間はきついですよ一度だけならまだしもこれが毎日のようにあるんだからたまったものじゃないですよ徒歩3時間ってきついよねそう思う人はチャンネル登録よろしくいやーでも現場は足からっていうしそれは警察の話ですよ私は営業をやっているんですそこでなんですが社長社用車の購入を希望しますうーん確かに車があった方が効率的かもな分かった許可しようお金は会社が出すから君が車を選んできておくれ ありがとうございますうわあ、かっこいい車がいっぱいあるなこれを迷ってしまうよいらっしゃいませお客様あどうもかっこいい車ばかりですね全部取って置きのものを揃えてますからねちなみに今回は何を求めて？実は社用車にちょうどいい車を探してまして営業で使うんですなるほどそれでしたらとっておきの車がありますよ本当ですか気に入ると思いますよ <laughs> ささこちらへここの車はこちらはドイツの自動車メーカーが作り上げた思考の一品でエンジン音も小さく乗り心地も抜群そして何よりもそのゴージャスな見た目で見るものを全て魅了する 最高級の車なんですが、かっこいい。いやいやいやこんなの絶対高いでしょ。ちちなみにティーラーさん、この車はおいくらなんですか？この車ですか？こちらは1000万円になります。いい1000万ダメダメ。こんなの社用車にしてどうするの？もっとマシなリーズナブルな車を探さないと。でもこの車超かっこいい。もしかしてお客さん値段が高くて買うのをためらっています。うわあびっくりした。お客さんよく考えてみてくださいよ。この車を乗り回せば、会社の誰もが最高の乗り心地で営業に迎える普通の車に乗って腰を痛めることなんてないんです。 それにこの車を見た取引先の人もこの会社の人らやばいって思わせられますよむむそう言われると確かにそうだよなもしかして取引でも役に立てるんですかもちろんそれにそちらの会社のお偉いさんを乗せれば満足させられるに違いありません買ったー <laughs> どうだい見てくれようわーすっげーこんなのテレビでしか見たことないですよすごいでしょみんなも乗れるんだよじゃあじゃあ僕も乗っていいんですかき、君はちょっとなんでですか僕だけダメってひどいじゃないですかいやそういうわけじゃないけど 野良くんが乗ったらやばいことになりそうだしあ、社長からだ。ちょっと席を外すよよしこの隙に乗ってしまえちょ、ちょっと野良くんいヤッホこの車最高だね。少し乗りましてさっきの場所に戻せば富澤にもバレないでしょう。お、あんなところに綺麗な人があ、やばい <laughs> 一体これはどういうことなんだいやこれは野良くんがやったことでして本当のことを言うと乗れと命令されまして言い訳無用野良くん社用車を好き勝手に乗り回した挙句に壊すとはどれだけ自分勝手なんだそして富澤くん なんで社用車なのに高級車を買ったんだえっと、そのー。えい、ー、もういい君たちは揃って禁子処分だえあののきちんと反省するようにそそんな、またノくんのせいでこんな目に遭うなんて、もういただけで自宅待機とかこれも富ミのせいで、あいつだけに罪をなすりつけられないかなまったく、何なんだあの部署は。とにかく富澤く君が親会社の社長を辞めてくれてよかったよ。この会社は私が守るからね。社長、お疲れ様です。どのようなご用件でしょうか忙しいのに悪いね。 今度我が社の社運をかけてコンペがあるでしょぜひ富澤くんにお願いしたいと思ってるんだけど私ですかぜひやらせてくださいそれじゃあよろしくね大事なことだからもう一度言うけど社運がかかってるからね絶対にしくじらないようにねは、はいでもうまくいけば出世間違いなしだから頑張ってはい引き受けちゃったけどプレッシャーきっついなでも出世したいしそうだ野良くんに資料作ってもらおう成功すれば私のせいか失敗したら野良くんのせいでいいじゃないよし野良くんへ<ー>今度のコンペ君に任せたよ なんで僕が頼んだよ。頑張って。ちょっと待てよ。大変な仕事引き受けちゃったわね。会社の未来がノラくんの方にかかってるわよ。ふざけるなよ。勝手にそんなの乗せるな。<laughs> それじゃあ私は帰るから、まずは資料作成から頑張って。なんなんだよ。今日は早く帰って黒猫アニメの投稿を全裸待機するつもりだったのに、もうやだ。会社なんか知ったことか。僕帰る。いや、待てよ。資料なんてパパって作るんじゃん。そう。キャット GPT ならね、AI に作らせれば時短になるし、まあ僕が作るより出来は悪いだろうけど、どうせバレないし。 えっと、指示は、コンペに絶対勝つ資料を作ってくださいっと。はい、頑張ってね。って、もうできたたったの3秒かよ。カップラーメンより早いのかよ。さすがだな。あとはコンペでこいつを発表するだけだ。<laughs> どの会社もプレゼンうまいな。でも、僕の敵ではない。こいつら全員僕のプレゼンでぶっ倒してやる。まずは資料をご覧ください。って、僕も目を通してないんだった。えー、弊社のスーパーコンピューターにより、計算された今後の日本市場は下り坂の傾向にあります。です。いつからうちにスパコンが ですがこれから弊社がおすすめするサービスを御社で採用すれば必ずや生きき残るることができるでしょうだそうですなんかざわつき始めたぞまずかったのかなええー、もう知ったことか書いてあるまま読んでやる <laughs> あはなんか知らないけどうちが契約勝ち取ったみたいだあははははいやこの業界に入って30年以上になるけどあんなに素晴らしいプレゼンされたのが初めてだよ君すごいねまあねだって僕って天才だから <laughs> うんうん天才だよ本当に あんな斬新なアイディアどうやって思いついたの AI じゃなくてはい。さすが天才は言うこと違うねよし君の会社に全てかけよう1億円の契約のつもりだったけど1000億円出そうじゃないか1000億よっしゃ絶対に出資できる見たろよ富澤僕がお前をコキ使ってやるからね <laughs> ご苦労だったねさすが富澤君だよ1000億の契約取ってくるなんて いやいや、それほどでも、まあ、資料作成は私が手がきましたし、野良くんがしゃべる内容も私が作りましたけどね。あはははは。次のボーナス期待していいからね。ありがとうございます。<laughs> ふふーん。どうだった僕の評価、爆上がりでしょ社長、なんて言ってた出世、明日から僕が社長それとも、ボーナス100倍うん、社長は私を絶賛してたけど、野良くんのことは一言も触れてなかったな。え<あ>いやー、本当にありがとね。君のおかげで会社の未来は明るいよ。私のもね。おい、お前まさか、すべて自分の手柄に 当たり前でしょ上司として部下に指示を出したわけだし私の指示能力が優れてる証拠だよねこの野郎こういう時になんて言葉をかければいいんだろうそうだ CATGPT に聞いてみよう同僚を慰める言葉を教えてっとなるほどあなたが今必要なのは自分に優しくなることです時間をかけてゆっくりと回復してください私たちはあなたとともにいますうるせえああ相変わらず最低な上司だな、ね、富沢をクビにさせるための AI 欲しいな次回ノラ再び残業300時間突入 ああ、今日も営業か営業先の担当は全く僕の話聞かないから契約なんて取れっこないしもう疲れちゃったよなのに食べ物は水かけご飯しかないしたまには違うもん食いてえよみんなはご飯に何かけて食べるのよかったら教えてあと実物送ってチーッおはよう野良くん富澤部長がお待ちかねよチン<ッ>野ラくんにお願いがあるんだけど断る絶対にやらないそういうや頼むよお願いだから。 気持ち悪いね。話だけ聞くからまとわりつくなし。お願いってのはね、野良くんが担当してる営業先ね、新しく担当になった人がものすごく優秀なんだって。だから極めて慎重に対応してほしいんだ。いや、だったら自分で行けよ。野良くん、今自分で行けよって思ったでしょ。聞く そうだよねでもごめんねこれから社長と会食の予定があってね海鮮丼行くんだってご飯に海鮮をのせるだとううんそういうわけだからよろしくねくそ贅沢しやがって野良くんもお仕事頑張れば毎日でも食べれるようになるわよしょうがないな行くとするかしっかりねお世話になってますこいつが富んが言ってたやつか優秀には見えないけどな私が別部署への移動が決まりましたね彼まだ慣れないからビシバシ教えてあげてくださいよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは私は引き継ぎ業務がありますんであとは頼んだよはいあの名刺交換させてもらってもよろしいでしょうか もちろんですはじめまして野良と申します。ちょうだいいたします。はじめまして、この度、新しく営業担当になりました。私、元市議会議員で、全株式会社猫の会代表取締役、第15代猫島駅名誉駅長、および名誉駅弁開発部長、地元猫宅を元気にしようの会会長。え 肩書き長くないオンラインサロンネコメアイ運営代表元キャット48応援団長まだ続きます肩書きいくつあるんです現猫ネコクローバーキャット応援団長現猫坂48応援団長あの聞いてますコンビニ行っていいかな元弁護士元猫田大学猫学部教授元猫川小学校および中学校並びに高校校長 まだ肩書き言ってる第1回猫ワングランプリ優勝第3回猫コ,コングランプリ受賞どうしよう終わりそうもないこの時間もったいないからみんなチャンネル登録よろしくねなんて宣伝する時間にしてみたよ元猫タク区議会員 e スポーツバーチャルキャットファイター優勝ダメだ眠くなってきたちょっと寝ていいかなおやすみーくかわーよく寝たもっと地元猫タクを元気にしようの会会長もっともっと地元猫タクを元気にしようの会会長まだやってる あーもういやだー毎日営業に行ってお疲れみたいね知ってる世の中には自己紹介で肩書きを言うだけで3時間もかかる人間がいるんだぜ何それいるわけないでしょいるんだってお疲れちゃんどう営業先の新しい担当は肩書きを言うだけで3時間かかる担当のこと毎日毎日本題に入る前に肩書きを全て言うところから始まるあの担当のことそんな人いるわけないでしょもう野良くんってば冗談ばっかなんだからアハハハ何なんだよあのバカみたいに肩書きが長いやつのせいで営業に行くたびに僕の残業時間が増えるんだよその分僕の睡眠時間が減るんだよやってられっか そうなの大変だねそれじゃ今日もお願いね今日もだとかあれ野良くんダメです気絶してますちゃんとご飯食べないからだよあ名刺が落ちてるきゃーどうしたのギャー今日もまた残業でみんなも自分の肩書き教えてね一つでいいからね無理じゃないからね次回野良海外出張で大活躍富沢くん話があるんだが何ですか社長このグローバル化が進んだ世の中で我が社も海外進出を考えているなるほどそこで富沢くん海外へ営業へ行ってくれないか私がですか この人ダンボールの家に住んでるんですよ。そんな人でいいんですか余計なことを言うな。行きます。行かせてください。では、任せてよ。はい。これはダンボールハウスから抜け出すチャンスだ。絶対に結果を出すぞ。海外か、どこに行くのかな行きたい国がある人はコメントで教えてね。<laughs> 今日はいよいよ海外出張の日だ。なのに、ゲホゲホ。どうやら風邪をひいてしまったようだ。こんな大事な時に、仕方ない。野ラ君に代わりに行ってもらおう。あれ、富沢さんから電話だ。もしもし良く君、ダンボールの家なのに、電波通るんすね。そんなことどうでもいい。頼みがあるんだ。 風邪をひいてしまって、今日からの海外への出張に行けそうにないんだ。それは大変ですね。だから野良くん、私の代わりに行ってきてくれないかえ、いいですけど、僕、英語全くわかりませんよ。大丈夫だから、頼む。わかりました。でも休日出勤なんで、ちゃんと手当て出してくださいよ。わかったから、ご頼む。ハロー、ハワイユー。ダメだ、なんか入国できなさそう。言葉が全く通してないな。とりあえず、知ってる英語を喋ってみるしかないか。This is a p a n なんか険しい顔で見られてるな How are you? No! No! No t e r r o i m Nora! I go! 出張 OK? <laughs> うぅ、空港でテロリストかード疑われたけどなんとか逃げ切って営業先にたどり着いたぞ正直、もう疲れたな Hello! How are you? I'm fine! Thank you! This is a pen! A、uh, What? This is a pen! I'm Nora! Pen? Oh! There's no pen! Funny! なんか笑われてるな、この取引は無理そうだな Let's make a deal, because you're funny せ、Thank you なんか紙渡されたけど、帰るって書いてあるのかなおとなしく帰るか、次の営業先に行こう <laughs> Hello, this is a pen I'm Nora, funny Bye また同じパターンだよ、何言ってるかわからないし渡された紙にも何が書いてあるかわかんないとりあえずあと何箇所か、行かなきゃいけないのかどうせ契約なんか取れないし、適当に知ってる英語喋って帰ろ <laughs> Hello, p a d o n レッツゴーファニーエロー !I have a pen!I have an apple! アポ <PP> AP. <laughs> ーペン !PPAP! 結局3000件の営業先全部で何言ってるかわからなくて適当に喋ったら笑われて最後に紙を渡されて終わったな何書いてあるか読めないしどうせ持ってても意味ないから捨てて帰ろまあ契約は取れなくても給料はもらえるしなどうでもいいや野良 <laughs> くん海外への営業はどうだったかね契約はゼロです何言ってるか一つもわかりませんでしたやっぱりダメか 風をひいた状態の私が言った方がマシだったかなとみさんが言ってもハゲを笑われて終わりですよ、きっと。休日手当て出さないよ、そんなこと言うなら。嘘です、いつジョーク。何がジョークだ海外の営業先で気の利いたジョークの一つで見えてたら、1件くらい契約できたかもしれないのに。いつかリベンジしますよ、英語を勉強して。絶対しないだろ、それこそジョークだ。海外は疲れたな。でもいつか世界の全大企業と契約してみたいな。そしたらお金持ちになれるのに。こういうとき、えでなんて言うんだろうアイ・ウォトウルトラマネーマン。 分は日本よ今回は契約取れなかったけどいつか全世界の企業を買収してやるんだからね次回野良に弟子入りする新入社員現れるやだな毎朝変わらない通勤奮景で何か面白いこと起きればいいのに電車に爆弾が仕掛けられて全国にチャンネル登録しなければ爆発するぞみたいなテロリストの銃撃を刺してみんな伏せろなんて言ってみたりくくくくく気のせいかな誰かにつけられてる気がするうふふんあいつ電車で僕の横にいたやつそういえばずっと僕を見つめてた気がするうんストーカイーか 自然に早押しでなんとかしてくれよ富澤ストーカーされてるんだよっていないおはよう野良くん富澤部長は1週間出張よなんだよほんと使えないなでストーカーされてるってそうなんだよ電車の中からずっと僕を監視してるやつがいるんだよどんな人なのどんなってこういうやつでなんでいいんだよそこ富澤の席だぞあれもしかしてお前富澤なのかどう見ても違うでしょおはようあ社長おはようございます社長助けてこいつにストーカーされてます 野良くんは朝から頭があれだねこの子はどうも初めまして本日よりインターン生としてお世話になりますトライと申します野良神に憧れどうしても一緒に働きたくてこの会社を選びましたよろしくお願いします野良神はい残業時間ギネス達成をニュースで見てから野良神様を崇拝しておりますこの子痛い子だわそういうわけだから野良くん彼の教育係お願いね よろしくお願いしますえ、いやですああ、もうそうやって思ったことをはっきり言う性格も大好きですモブこ助けてー生まれて初めて他人から尊敬されて困ってる他にも好きなところいっぱいで電車の中でいきなり伏せろなんて叫んだり野良くん何してんのほらみんなも野良髪のいいところたくさん書き込んでくれてますよそういうのいらないの僕は嫌われてなんぼなのみんなで野良髪を褒め称えようやめてくれ待ってくださいどこ行くんですか野良くんにとって一番の大敵かもしれないわね 朝からずーっと付きまとわれて勘弁してくれよー。ささじートイレまでついてきて、しかも勘弁しないでくれる。なるほど。なるほどじゃないよ。何に納得してるんだよ。ふむふむだから何がだよ。へえー、いい湯だねー。はあいい湯だね。ちょっと真似しないでくれる。ちょっと真似しないでくれる。いや本当にいや本当にいい加減にしてくれ。仕事はもう終わったの？プライベートはほっといてくれよ。いやいやプライベートの野良神こそ見習いたいので。ちなみに今日の夕飯は何です。水かけご飯ですか？何で知ってるんだよ。怖いよ。うん。ボコ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 。 待ってください水かけご飯一緒に食べましょうよ毎日本当ト神々しいですよね何か秘訣でもあるんですかあすみませんそんなこと聞くなんて野良神に失礼ですよねあーもう家だこれ全部やって全部終わるまで僕に構わないで承知しましたそれって野良くんが1週間かけてやっと終わる仕事じゃないのインターン終わっちゃうわよだからだよ頑張ります <laughs> 終わりましたは 朝頼んだやつ全部はい本当だ終わってるえもしかして頭が痛いだけでとっても優秀いやいや野良神の足元にも及びませんって話は聞かせてもらったよ君はこんなところでくすぶってる人材ではないね僕らいるのにこんなところってどういうことだよトライ君が入社したらすぐに昇進試験を受けてもらおうかな野良神と一緒に働けるなら地位なんてどうでもいいです一緒なら野良くんの上でもいいわけでしょそれもそうですね待てよこいつが僕の上司になるだと野良くんが絶望してるなんで僕がお世話係をした人はみんな出世していくの 野良くん野良くーん。あの野良んちょちょっと野良く,くん、野良くん呼ばれているよ。話しかけないでくださいよ。無視していたのに聞こえてるよ。何ですか？部長忙しいところ申し訳ないけど、今日も営業に行ってくれないえー。またですか？昨日も営業に行きませんでしたっけ？そうだけどさ、頼むよ。これも仕事なわけだし、部長は行けばいいじゃないですか。いやいや、私も他の仕事があるの？ はあ、すっごいため息わかりました営業に行ってきますよありがとう助かるよ行ってきますやれやれ野良くん大丈夫かなせめて契約は一つでも取れればいいんだけどはあ勝ったり営業なんてやっても一つも契約取れないってあのクソ上司は何を期待しているんだろうなもしかして僕がいたずらできないようにするためだとしてもやりようはあるからいいけどそれにしてもやる気も出ないしだるくてしょうがないああこれはもうあれだな五月病だそうだきっとそうに違いないだから僕にやる気が全く出ないんだ 正式な病気ならもうしょうがないな。家で少し寝てから帰ろうっと。契約取りませんでしたって言えば通じるだろう。さーて、30分ほど昼寝しよう。すやすや。<laughs> う、うーんなんだよ、うるさいな。って、やっべえ、寝すぎた。どうしよう。もう夜になっちゃってるじゃん。僕何時間寝たんだえー、っと、誰からだゲゲ、ハゲ部長からじゃないか。絶対に怒ってるだろうな。こうなったら口発調、口八丁手八丁で乗り切ろう。あ、はい。の、ノ良くん。 やっと電話に出てくれたね、大丈夫なのかいこれは心配してくれているのかこれはコツだぶ、部長、実は営業中に事故に遭ってしまって。え腕とか足の骨がそれはもうめちゃくちゃに。めちゃくちゃにそれだけじゃなくて病気も判明しちゃって、急性胃腸炎症病、鉱石病、空気アレルギーを発症しちゃったんです。いや、さすがに無理があるな。これはバレたかな、なんてことだそれって死ぬってことなのこいつバカだえ、今僕、デタラメな病名言ったぞ。 こんななのにに騙されれるる。ととは、富澤とはは富いいえ心配になるいや、それはまだわわかかららなないいです。っ、く、く、えー、だ大丈夫とにかく今は全身が痛くて具合が悪いので電話切らせてくださいなんとかなりそうだねの、ノラくんが怪我と病気に部長どうしましょう野良くんとはいろいろあったがこれでもこの会社の一員だ私たちができることは全力を尽くしてやろうまず会社で入っている保険を全ておろしてそのお金を野良くんに渡そういいんですか人の命が関わっているんだ私もお金を出そう手術罪になればいいが部長 き、君たち話は聞かせてもらいました部長だけカッコつけるなんてずるいですよ俺たちも野良にお金出します君たち俺らだけじゃありませんこの会社のみんながお金を出すつもりです本当かこれなら野良くんも助かるだろう仲間を助けるためならお安い御用みんなで助けましょうおー。おーみんなも野良くんの手術代を稼ぐためにチャンネル登録をしておくれふぃー意外となんとかなってなんなんだえーな、ななななな1000万円も振り込まれているえ、これ何のお金全く身に覚えがないんだけど うーん、でもこれ僕の口座にあるってことは僕のお金ってことだーやっほーいやおいたった1日家で寝てただけでボロ儲けだーさって何を買おうかなー働かないことでお金を稼ぐ新時代の稼ぎ方だよね時代の超治って呼ばれちゃうなー次回野良商品開発で大儲け 新たな商品開発というのはやはりなかなか難しいなみんなが出してくれた意見も悪くはないんだがいまいち決めてにかけるそうですよねすみませんお役に立てずにいやいや意見を出してくれることが大事なんだもっと頑張りますでまだ何も意見を出していない野良くん君の意見も聞きたい。 特にありません。沢尻エリカか野良くん、みんな何かしら考えてきているんだよ。そんなこと言われても、じゃあ野良くんには宿題を出そう。次の会議までに新商品のアイデアを考えてきてくれ、宿題休みの日まで仕事のこと考えなきゃいけないんですか？仕事の時何も考えてないんだからいいだろう。そんな新商品よりもどうやったらこのチャンネルの登録者を増やせるかを考えたいのに何を言っているんだ。うーん。新商品ね。急に言われても思いつかないよな。水かけご飯じゃダメかな。よし外に出て色々見てみよう。何かアイデアが浮かぶかも人が多いな。うん人が多いなということしか頭に浮かばないな。 コンビニにたまにある700円以上買ったらくじを引きますみたいなやつ誰が楽しみなんだろうね当たる確率が低い上に当たったらお茶一本とかだもんな、ね、ケチすぎるよ会社の近くまで来ちゃったな、ね、あそういえば隣のビルにある会社もなんか商品開発とかしてるんじゃないのかなアイディアを少し拝借させてもらおうかな変身回答のれ3じ何かあるとしたらやっぱりここだよねあからさまに大事なものがありそうなでかい金庫だなんとかしてここを開ければいいものが入ってそうなんだけど針りで鍵を開けるやつやってみるかダメ元で映画とかで見たことあるしな、ね、開いた適当にガチャガチャやったら金庫が開いた どれどれお大事そうな書類がある家の中を動くことができるマッサージチェア料理や洗濯など家事をしながらマッサージをすることができるおおなんか小学生が考えたみたいなアイディアだけどなんか意見を出せばいいだけだしこれでいいやどうせ採用されないだろうし用がすんだしさっそくにでおっとでは商品開発会議を始める野良くん早速だが宿題はやってきたかもちろんです野良くんにしては珍しいえらいじゃないかでは早速新商品のプレゼンをしてもらおうはい僕が考えてきたのは動くマッサージチェアですおお<う>料理や洗濯子どもの世話など主婦の方々はやることが多くて 体が疲れますそこで家の中を動くことができるマッサージチェアがあれば体の疲れを癒しながら家事をすることができます車のように動くマッサージチェア車ルマッサージですなんか小学生が考えたみたいな商品だな僕もそう思いましたえなんでもないですいやこれはありかもしれない えあ、でもやはり少し現実的ではないかなーと自分で言っておいてあれですけどそんなことはない主婦をターゲットにすることはいい着眼点だし主婦だけではなく仕事から帰ってきて子供に遊んでと言われるサラリーマンパパの方々にもうってつけだマッサージをしながら子供と遊ぶことができるえた、ー、かに動くマッサージチェアに乗りながら子供を抱っこすれば子供も楽しいでしょうしパパは体の疲れが取れる素晴らしいまずいね。もし採用されて隣の会社にバレて大変なことになるただ商品名のクルマッサージというのは安直すぎるなあ 僕が自分で考えた部分だけ否定されてるそうですね商品名は変えましょうでもアイデアは素晴らしい野良くん君を見くびっていたよあ、ありがとうございます野良くんすごいじゃないありがとうございますまあどうせ売れないだろうからバレないっしょ野良 <laughs> くん素晴らしい君の考えた商品が爆売れ3000億円の売り上げだすごいよ野良くんすごいわありがとうございますふざけるななんか隣が騒がしいな 犬でも入り込んだんじゃないですかね。たまには野良くんもいいアイデアを考えるね。ま、今回ばかりは偶然だろうけどね。ああ、今日も仕事だるいな。毎日同じこと言ってるじゃないか。毎日だるいんだもん。上司はハゲだし。関係ないだろ。ふん。論気に喋ってられるのも今のうちだ。このスローレスナイパー野良が近々この会社を中止にするからな。あ、すみません。僕、今日仕様があって早めに帰宅しなくてはならないので、失礼します。嘘だろ。サボりたいからでしょ。まあ、でも、今日は私も早く帰らなくてはならないし。いいよ。帰って、で、もう帰った？早すぎない？ よし富澤からうまく逃げれたし射撃の練習だうだ、ん、と言っても僕にはもう練習なんて必要なさそうだな。誰もが認める凄腕でスナイパーの良だ野良くん君は素晴らしい。すべての任務を確実にこなしてくれた立派なスナイパーだ。ありがとうございます。昇進させよう。ありがたい限りです。昇進したということで君も作戦会議に加わってもらうんだが、日本で制圧すべき悪の組織の情報や手がかりを何か知らないか来たーこの時を待っていた はい、情報を掴んでいます。さすが、良く君だ。任務をこなすだけでなく、悪の組織の情報まで収集済みだとは。相手の組織は僕が勤めている会社です。え実は僕はスパイとして、あの会社に潜入しているんです。そんなことまでしていたのか。ただ、危険なマネはよせ。君は大事なスナイパーだ。それはすみません。でも、あの組織が許せなくて。わかった。みんなで作戦を立てよう。 では僕が先生布告のメールを送ります。あの会社の幹部に頼んだ。よし、うまくいってるぞ。この調子でトミザのハゲ頭をぶち抜いてやる。この会社でいろんなことがあったな。マブコさんのおならで爆発に巻き込まれたり、英語なんて喋れないのに海外に行かされたり、チャーハンを作ったときは一番楽しかったな。まあでも今日にはそんな思い出ともお別れか。チャンネル登録してくれたら思い出をいつでも振り返れるからよろしくね。さて、時間だ。失礼します。おい、まだ半分しか働いてないだろ。今日は午後半休を申請してますよ。あれ、そうだったか、野良くんのことだから逃げるのかと思った。 遇だな。ちょうど私もここ半休なんだ。飲みにでも行くか今日は用事があるのですみません。そうか最近そそさくさと帰ることが多いな野良くんは何かたくらんでないといいけどまた無人島に置いていかれたりするのはごめんだからな。 こちら野良です。あーあー、聞こえていますか？聞こえています。では、今から指示を出します。まず二人がか,かりで見張りをお願いします。隣の会社に潜入してくださっているお2人聞こえますか？聞こえます。隣のビルから見張っててください。ちょうどターゲットのオフィスとスナイパーが待機している場所がどちらも見えるはずです。見えます。オフィスには誰がいますか？えっと女性が一人、その横に何かが積み上がっていてよく見えません。焼き芋だえその積み上がっているものはおそらく焼き芋です。そんなことまでわかるんですか？でもそのせいで中がよく見えません。大丈夫です。15分もすればなくなります。それまで他のところを見ておいてください。あの量15分でスナイパーの皆さんは準備でき、ま。 こちら、準備 OK。会社の周りに怪しげな人物はいませんか先ほど、ハゲた40歳くらいの男性が会社から出てきました。富澤だ。そういえば、午後半休とか言ってたな。よし、ついでにそいつの頭をぶち抜きましょう。何を言ってるんだついでとかないぞ。試し打ちです。10って1発打ったらバレるから、変な冗談はよしてくれ。すみません。くそ。富澤を帰りやがったか。まあいい、絶対にこの作戦を成功させて、あの憎き会社を潰してやる。僕はすごいスナイパーならだ。ようやく会社を潰す時が来たようだ。もう毎日の残業とはおさらばだ。でも、富澤が何やら怪しい動きをしているな。次回に続く、今日も仕事だるいな。 毎日同じことを言っているじゃないか。毎日だるいんだもん。あ、そうだ。今日は仕潮があるので早く帰りますね。絶対嘘だろ。サボりたいだけだろと言いたいところだが、今日は私も早く帰れないといけないんだ。お先に失礼します。サラリーマン富沢表の顔裏での私は闇金富沢君。今日は取り立てに行かなくてはいけないから、さっさと仕事を切り上げるのだ。じゃあ帰っていいよ。野良く君でもういない。早すぎるだろ。まあいい。私も帰ろう。<laughs> 利息分だけでも今日中に払ってもらわないと困るよ。すみません。今手元にお金がなくて。 すみませんで済むなら私は仕事がなくなるんだよ。払ってもらわないと親でも兄弟でも友達でも電話してきょに払いな。お金を借りるあてがないからここでお金を借りてるんです。なめんじゃねえ。いいか金の貸し借りってのは信用問題だあんたを信用して金を貸してるんだからあんたも期日は守ってもらわないと。それはわかっているんですけど私に奉仕して体で払うかそれだけは嫌です。不愉快な言い方だな。じゃあ早く金を用意するんだ。こういうのはどうですかしれいの女の子を何人か集めて高校セッティングしますよ。それで待ってもらえませんか写真ある エイエえー、ダメだうちはヤミ金だそんな安い手には乗らんちょっといけそうだったのにうんメールだちょっとそこで待ってろはい写真見せればいけるかもなはあなんだってうちの会社に FBI から先生布告迷惑メールだろどうせいや私の名前まで書いてあるこれは本当だまずいどうしようあのー、写真だけ見ますかもういい今日は許してやるからさっさと帰れえいいんですか合コンは後日セッティングしてもらうマスかでもラッキーありがとうございます 今回だけだからな、次はないぞ。わかりました。まずいな、これが本当なら会社は終わりだ。とりあえず、組長に相談してみるか。<laughs> 組長、なんだ、富沢、あいつから利息は回収できたのかすみません、できませんでした。富沢でも無理か。あいつはそろそろ切るべきだな。あの、組長、ちょっとお話がありまして。なんだあの、実は私の友人が社長を務めている会社が FBI に狙われていまして。何先生告のメールが届いたそうです。本当なのか はい、組長にこんなことを相談するのも失礼かと思ったのですが誰に相談していいか分からずよく相談した俺が会社を守ってやるいいんですかヤクザは人情が第一だ組員が困っているなら組織を挙げて守るそれがギリってもんだ組長これを渡しておこうピストルいざという時自分の身は自分で守れ他のやつらもだ俺たちは組織であり体を別々自分の身は自分で守るんだはいよしなんとか会社を守れそうだ警察には相談できないからな 私の応料がバレたら困るから <laughs> まずいもうすぐ予告の時間だ組が守ってくれるとはいえ怖いなお疲れ様ですおいまだお昼だぞあれ言いませんでしたっけ今日は午後半休をとっているんですよああそうだったか私も午後半休なんだよかったら飲みにでも行くかいえ用事があるのですみませんそうかまた気を紛らそうとして野良くを飲みに誘ってしまった私はこの会社を守らなくてはならないのに私を雇っ,ってくれるのはこの会社だけなんだみんなもこの会社を守るためにチャンネル登録をしてくれ くだらなないいこと言っっててるる間間に時間が迫っているな絶対に逃げるなよ。はい絶対に会社を守るぞ。はい<イ>明日ついに FBI とヤクザが全面戦争。果たして私は会社を守れるのかというか野良くんはなぜ午後半休を取ったんだそんなことはどうでもいい。ぜひ続きをチェックしてね。 ついに自分の会社を潰すチャンスが来た射撃の腕を認められて FBI のスナイパーになったそれから会社勤めをしながらスナイパーの任務をこなして昇級して作戦を立てる立場になれたそして今勤めてきたクソ会社を潰す作戦の真っ最中散々残業させられた仕返しを FBI を使って果たしてやるんだ今の説明じゃ足りなかった人は過去の動画を見てね私はこの会社の部長私のようなダメな人間を雇ってくれる会社は他にない今日はその会社が FBI によって潰されようとしている絶対に守らなくてはいや守れるはずだいかんせん私はただのサラリーマンではない 私の裏の顔は、ヤミキンの取り立てにヤクザの一員なのだ。今日は組長の協力により、組員総出でこの会社を守ってくれる。絶対に守りきれるはずだ。整列完了。野良さん、いつでも突入できます。よし、では行くか。この会社はこれでおしまいだ。富澤のハゲとも、もう会うことはない。行くぞ、突入開始。おー。行けよしよし、この憎い会社が、FBI の機動隊によって制圧されていく様を、悠々と眺めるとしよう。あれなんか、あんまり進んでなくないえなんだ 会社のの中にチンピラみたいいいなのが何人もいるぞ。どういうことなんだこれはここは通さねえぞ。かかってこいや。そこをどけ、我々はこの会社を潰す。その任務を果たせればいい。邪魔するようなら頭を打ち抜くぞ。へい、銃持ってんのかよ。俺らも組長からもらったけど、射撃の技術で勝てるわけねえよな。うっつへー。おい、ちょっとみんな逃げるんじゃないあれなんか富沢さんみたいな人がいるな。なんか見た目がムカつくし、会社を潰すよりもあの人を連行するか。 作戦変更その逃げ遅れているハゲの男を連行せよそして一旦撤退みんな逃げてしまったどうしよう一人で戦えるわけないしおとなしくしろひいな何ですか許してください抵抗するなさあ撤退だこいつを屋上に連れていく何でえんでかんりょいたしましたガクラえ野ノラくんなぜここにえ富様なんだ本物だったのかなんでヤクザと一緒に会社を守っていたんだまあそんなことはどうでもいいここでお前の人生せは終わりだひいななんのまねだよくわからんが 命だけは勘弁してくれ、頼む。散々残業させられた仕返しだ僕の手でそのハゲ頭を撃ち抜いてやるやめてくれ、何でもするから。確かに、ここで引き金を引くよりも残業の仕返しをしたいなら、ボロボロになるまで労働させた方がいいな頼む。いいだろう本当かこの男を地下の労働施設へぶち込んでくれえ <laughs> いやな、なんだここはお前はここで永遠に働いてもらう。そ、そんな。 大事じゃないんだから借金してないよ私黙って働け嘘だろこんな空気もジメジメしていて薄暗い劣悪な環境で労働しながら一生終えるのかそんなのあんまりだ野良くんのいたずらにしては重すぎるだろなんか労働も力仕事っぽいし40代のおっさんには無理だよちんちろりんとか開催されないかなここで一発大勝ちしてなんとかここを出してもらえないかなくだらないこと言ってる場合じゃないなほら何サボってんだよすみません何していいかわからなくてとにかく働くんだよとにかく重いものを運べむちゃくちゃすぎるなんか。 ビールや柿の種の販売とかないんですかだからカイジじゃないんだよ黒猫アニメだから黒猫アニメ、チャンネル登録してねもしみんなが登録してくれたら、私をここから出してくれるかも出しませんそんなでもチャンネル登録はしてね地下送りにされてしまったよ今頃みんな心配してるだろうな有給も申請せずに来ちゃったからな次回、富澤地下労働編 うんまさか FBI と戦うことになって負けて、まさか野ラくんが FBI で、まさか地下で働かされることになるなんて、まさか続きで疲れちゃったよ。なのに、今日から重労働させられるんだ。四十後半のおっさんには耐えられないよ。みんなお願い、生きて地上に帰れるよ。チャンネル登録して、応援して。おーい、シーリーはい、そんなところに座ってないで、こっちで働けは、はい、え、これ、何ですパソコンも知らないのか 知ってますけど、重労働は仕事に思いも軽いもあるかどんな仕事だって大事なお仕事なんだよそうですがところであなたはこの会社の社長だ社長地下労働を法人化したら悪いのか何だここは富沢部長遅いわねいつもなら出勤してくる時間なのになんかあったのかしら家に引きこもってるんじゃないの家じゃなくて地下だけどねそういう暗い気分の日もあるもんねでもちょっと外に出れば気分が変わるのに出れない日だってあるよ富沢は一生出れないんだけどね電話してみようかな電波届くかなえ家にいるんじゃないの と,とりあえず放っておいた方がいいって。野良君、何か知ってるでしょ？知りませーん。さーて働くかななんだか嬉しそう。気のせいだって。プロミスは停止合わないで済むんだ。こんなに嬉しいことないよ。そう。頑張ってね。営業周り100件でしょ。100件かそうだ。まずは労働条件の説明しないとだ。労働条件って言うけど、ビシバシ叩かれながら働くだけでしょ。ビシバシだって当たり前だろ。仕事は朝9時から夕方18時まで残業は許してないし、同日祝日は休み。有給は年100日あるんだから、勤務時間中はビシバシ働くこと。あれ。間違いかな。ものすっごく。 条件な条いかんいかん騙されたらダメだそんなこと言って18時以降は怖い監視に監視されるんだ監視だって当たり前だろ仕事が終わった後でも大事な社員に何かあったら困るだろだから緊急事態を探知してすぐに警備会社か病院に連絡するよスマホのアプリが陰ながら監視してる、うん ものすっごく労働者を大事にしてるんだけど、いかんいかん、騙されたらダメだ。どうせ家には帰れないんだから。あの、社長、どうした妻がさん気づいたので、帰っていいですか帰るだとやっぱり無理だよね。当たり前だろ。タクシー呼んでやるから、今すぐ帰れ。え、いいの新人さん、ごめんね。仕事を教えるはずだったんだけど、今日は無理みたい。今日はだとお前は当分休みだ。ちゃんと手当てを出すから、育休取るんだよ。あ、妻から連絡あって、気のせいだったって、ふざけるな。お前は明日から会社に来なくていい。リモートワークしながら、奥さんのそばにいてやれ。ありがとうございます。おかしいぞ。チカローのはずなのに。本気 アットホームな職場だぞ新人さん、元気ないですね。疲れたんじゃないですかい,いえ、それほどでも新しい職場に慣れてないんだから疲れてるに決まってるだろ。会社出てすぐのところにコンビニあるから行ってこい。え、いいんですか当たり前だろ。ほら、これで好きなもの買え。ありがとうございます。おかしいぞ。どう考えてもおかしいぞ。エレベーターで地上に出れたし、本当にコンビニあるし、私が知ってる力労働と全く違うのだが、はい、もしもし。私だ。あ、すみません。すぐに戻りますので。戻らなくていい。今日は仕事を切り上げて、お前の歓迎会に行くぞ。まだいるですけど、うるさい。一刻も早くお前を歓迎したいんだよ。だって大事な家族だからな。絶対 のおかしいぞお疲れれ様ですお疲れ様ですお前ら好きなもん頼め社長コップがいけますうるさい勝手に飲むからお前も飲みたければ飲め飲みたくなければ飲むなそういえば社長取引先から苦情が何やってんだお前は切れた仕事には厳しいのかな会社出たら仕事の話はするなそっち明日聞くからプライベートは大事にしろ富澤な、な何ですか明日からよろしくね困ったことあれば何でも言っていいからあはいなんて働きやすいんだ私ずっとここにいたいな地下労働ってこんな感じなのか物は試したなでもこんなところでくすぶっていてはいけないね 大企業の社長に戻らなければ次回富澤地下労働で社長に昇進地下で働き始めて一体どれほど時間が経っただろうか太陽の下で働いていた頃のかつての自分に教えてあげたい地下労働ってものすっごく楽だよ定時に帰れるし土日休みだし帰ってからも休みの日も黒猫アニメ見る時間あるから全話リピートしちゃったよみんなもチャンネル登録してテープが擦り切れるくらい見ちゃってね富澤さん動画なんでテープ切れませんよそれより頼んでた仕事をどうなりましたもう少しで終わりますよ急いだ方が良かったですか いやいや全然急かしてるわけじゃなくて進捗を聞いただけだからゆっくりでいいからねこんな風に落ち着いた環境で働けるしゆっくり構成しっかりしてるし地下労働最高富澤部長何か事件に巻き込まれたのかな3ヶ月問診普通だなんて普通じゃないわよぷぷぷ惜しい人をなくしたよねこらそんなことよりあいつ有給使ってないから僕がもらってもいいよねいいよって言うと思う思うムロ君って頭おかしいの 失礼だな僕がグローバルスタンダードなのお前らがおかしいんだよそうこれからも世界の基準になるようにお仕事頑張ってねなにこれ富澤部長の分んげるで、ね、富沢帰ってこい <laughs> 頼まれてた仕事終わりました急がないでよかったのに前の職場と違って邪魔する人がいないのではかとっちゃいました仕事の邪魔する人がいるってどんな環境で働いてたんですかまあ手にはいない問題児がいましてねアクションくくく女の子が僕の噂をしてるな、ね、それじゃあ明日の会議の資料作りをお願いしてもいいもちろんです 別に会議に間に合わなくてもいいからね終わりました早<っ>本当に富澤さんって何者営業は全焼中だしもしかしてここに来る前はエリートサラリーマンでしたかまあね私が世界を回していたと言っても過言ではないからねすごい富澤さんに任せた日本全国地下にもぐろプロジェクトも大成功間違いなしだし富澤さんが地下に来てくれてよかったでも部長の地位が危ういんじゃないですか富澤さんにだったらいくらで負けちゃう <laughs> ただいま今日もたくさん働いたななのに全く疲れてないや さーて今夜も黒猫アニメ見よっかなっとあははは面白いなあれこんな穴あったっけ塞がないと冬とか寒くて死んじゃうよって地下だから大丈夫かははは意外と深そうだなどこまで続いてるんだろうはもしかして銀行の金庫とつながってたりやったーうんここって力下労働施設じゃないかまさかうちとつながってたなんてってことは明日から通勤時間0分やばい朝ギリギリまで寝れるし仕事終わってすぐにくつろげるおいおい最高じゃないか 富澤な何ですか自分が何したか分かってるんだろうな。すすすみません。あなあなあなの,のことですかお前が働き始めてからな。我が社の業績が100倍にアップしたんだよ。はい。普通に働いただけなので。ヘトヘトになるほど働いたわけじゃないだろうな。だったら許さないぞ。いえ、全然。ほんとか無理してないだろうな。むしろ楽ちんです。分かった。だったら明日からお前が社長だ。はい。給料は5000万円だ。文句あるかないです。 よしお前に会社を任せたぞはい頑張りますふざけるな頑張るんじゃない弟にやります <laughs> 営業先に社長就任の挨拶したしこのままチョッキだから今日もくつろげるぞ君たちね何度来ても無駄なの分かるそう言わずどうかパンフレットだけでもいらないよお願いしますお靴お飲みいたしますので気持ち悪いんだよだったらもぶこさんが脱ぎますだからどうか脱ぐかほらみんなも脱げ脱げコールしちゃってやめー良くんおこき使っていいのでお願いします野良くんともぶこちゃん頑張ってるな 頑張ってるけど、やり方間違ってるんだよな。地下の社長もいいけど、やっぱり地上の社長を目指して、野良くんたちを責任持って育てなくちゃな。うん、チョキせずに会社寄って辞表出そう。ゴミは持ち帰ってくれ。すみません。やっぱり私は地上で輝き続けるべき人間だよね。1ヶ月ぶりに出社したら、野良くんたちもさすがに喜んでくれるでしょう。次回、富沢、勝手に辞表を提出される 今日は久々の出勤だ。あ、と言っても、久々の地上での出勤だ。という意味ね。地下ではいっぱい働いて、社長にまで登り詰めたからね。でも、やっぱり地上で働きたい。久しぶりに会社に戻ったら、さすがの野良くんも喜んでくれるだろう。みんな、おはよう。あ、富沢さん、1ヶ月ぶりじゃないですか。有給も取らずに会社に来ないから心配してましたよ。ごめんごめん。色々とあったんだ。とにかく戻ってきてくれてよかったです。ありがとう。え、なんで富んが戻ってきてるんだ地下の労働施設にぶち込まれたはずじゃ。地下の労働施設はちゃんとやめて、この会社に戻ってきたんだよ。なんでそんな簡単に戻ってくれるんだくそ、また富沢と過ごさなきゃいけない。 少しは歓迎してくれよちょっとトイレにいってくるうう富沢が戻ってきちゃったよいいことじゃない。 会社辞めようかな。そんなにこの会社を辞めて YouTuber になろうかな。そうすれば富沢とかからなくて済むし。急すぎないまずは黒猫アニメのチャンネル登録お願いします。お願いします。ってこれ退職と関係あるどうしても会社を辞めたいです。でも社長に何て言ったらいいんだうーん、それなら、最近流行りの退職代行サービスを使ってみたらなんすかそれ依頼者の代わりに会社に辞表を出してくれるサービスよ。社長に言い出しにくい人とか、直接辞めることを伝えたくない人のために、本人の代わりに退職の手続きをしてくれるのよ。おうん。 本人の代わりつまり本人がその場にいなくても自称を出せるってわけかそうよいいこと教えてくれてありがとうございます本当に辞めちゃうの今日電話をかけて相談してみますあ、もしもしあの今勤めている会社を辞めたいのですがはい、退職代行のご依頼ということですねではお客様のお名前を伺ってもよろしいでしょうか富澤です富澤様ですね今すぐに会社を辞めたいですお願いしますかしこまりましたへっへ,っへ,っへ 退職代行サービスにこんな使い方があったなんてね。わりながらいいアイディアだこれで富澤を辞めさせられる退職代行の代行サービスだ見たらよ富澤なんだ知らないアドレスからメールが来てる 退職代行サービスうちの社員の誰かがこのサービスを利用して辞めたいということか。えー、っと、なになにえー、富沢くん富沢くんが辞めるなんて。しかもこんな退職代行サービスを使うなんて。意外だな。退職理由は、最近の給料が少ない。まあ、1ヶ月仕事に来てないからね。PS、こんなクソ会社、潰れてしまえ。だって、こんな乱暴な言葉を使う人間だったのか。ちょっとがっかりだな。まあ、速やかに辞めさせよう。富沢、戻ってきたばかりなのに、もう退職するんですね。何をわけのわからないこと言ってるんだ。え 社長がおっしゃってましたよ。は夢でも見たんだろ。いいから仕事をしろ。あ、富沢君、いいよ。もう帰って、え、まだ出社したばかりですよ。いや、会社辞めるんでしょ。今日も働かなくていいから、荷物をまとめて出て行ってくれ。何を言っているんですか？こっちのセリフだよ。今さっき退職代行サービスからメールが届いたんだよ。辞めたいなら、せめて直接言ってくれたら、色々相談にも乗れたのに、まあ、そんなことはどうでもいい。早く出て行くんだ。ちょっと待ってください。私はそんなこと知りません。は？何を言っているんだ。野良くん、さっきまで私、仕事する気満々だったよね。え、荷物まとめて出て行くって言ってましたよ。裏切るな。そうやって荷物をまとめてました。 んなんなで野良くんの机から退職代行サービスのチラシが出てきたんだ<あ>またやりやがったな社長こいつのいたずらですよい,いや僕は何も野良くん君は1ヶ月の禁ん処分でそんなーくそー、もう少しで富みを退職させられたのにまた禁んかよ今月パチンコでお金使っちゃったからバイトでもしようっと次回バイトで100万円稼ぐお金ないのに30日も禁んかよしょうがないからバイトでもすっか禁き中にできるすっごくたくさん死ぬほどお金もらえるバイトなんかないかなそうだ黒猫アニメの編集者とか募集してないかな あいやダメか登録者数伸びてないし今より貧乏になりそう登録者数が1万超えてから応募しようっとっちょまなんぞこのバイト月給100万円道路工事って書いてあるけどそんなもらえるのやばい応募しなくちゃ <laughs> すみませんバイトの面接に来た野良っす早速だけどこれまで工事の経験は穴掘ったりはあります穴そうそう掘ったら刑務所へ繋がっちゃってえへだったら体力に自信あるな人の100倍割るってコメントに書いてありますなくても今みんなが書いてくれてます 精神的にも厳しいけど大丈夫だよな大丈夫でーすお金のためなら靴も舐めまーすよーしさよ今から働いてもらうからなやったーバリバリ稼ぐぞはははなんぞこれ想像の何万倍もきついぞちょっと休憩しようっとははははき今日のクルノカにニもも面白いやおい何現場で寝転がりながらポテチ食って動画見てるんだよダメですっけダメに決まってんだろだって疲れちゃったしあ食べますいるかなのかわいたんでジュース買ってきてください 買ってくるか休憩時間じゃないんだぞ働けえいへいなんだよちょっと休んだだけなのに会社なら文句言われないのにさしょうがない働くかえさおいさうんなんか硬いのにぶつかったぞまさか金銀財宝であふれる宝箱よっしゃーほれほれ掘りまくれおいそこは掘ったらよっしゃ宝箱じゃなくて油田だった今日から僕は石油王だバカ野郎下水管やりやがったらえ下水うわくっせー助けてー いいからふさげどう、ふさいでーよくやったでもうちらじゃ修理できないから今日1日そうしてろくさいんですけど <laughs> なんだかんだで、ね、30日間やってやったぞえっとやっとだけど明日は給料日100万円が手に入るぞ早く明日にならないかなわくわくおはようございます給料ください1ヶ月お疲れ様新人のくせによくやったないいから給料はい給料だやったうんなんか封筒薄くない100万円だったら10封筒は必要じゃない なのかどれどれ見せてもらおうじゃないか100万円の小切手ッやらをって64円だとあのすみません給料間違えてませんか99万9936円足らないんですけど何言ってんの64で間違いないよだって100万は64だしちょっと意味がわからないんだけど2進数って知らない ?2 進数 2> そう0と1で表すコンピューターで使うやつうちって数字を全部2進数表示だからーそんなこと知るかいいから100万円よこせよな,なんだてめえ うちのやり方にケチんのか当たり前だろなんだよ、ミシンスって。どうしても払わないってなら野良ラリオ猫パンチが作裂するぞ。ね、猫パンチだとおやぶ、お願いします。おやぶなんや給料に文句でもあるんかう、あるというか、ありよりのありというか、ないよなないよりのありというか。ないんだよな。ないです。ほら、大事な給料だ。盗まれないようにな。誰六6四円なんか盗むんだよ。あ、そうだ。 お前の家にハガキ送ったからハガキ代もらうよはいお釣りの1へやってられっけーう2週数なんて寝てたから学校で習ってないよ30日で64円とか富ミーさんもよりブラックだな次回ノラ逃走中で逃走成功 皆さんおはようございますおはようございます今日から野良くんが復帰だね久しぶりの復帰はどううるせーうんうん賑やかで活気があるってことだねそういう意味じゃないし職場に活気があっても先月の契約件数は死んでます今月は巻き返さないといけないので皆さん足で稼いできてくださいはいレッツゴーというわけで新商品の営業に回っておりましてここで10件目なんですよえー大変だねそうなんですよでも実験でもご契約いただいているのでやりがいがありますええー。 よかったらパンフレットだけでもご覧いただければそうね一晩付き合ってくれるなら考えてみるけど<は>どうせ枕営業でしょじゃなきゃ10件ともうなんてね違います はいはい。それじゃあホテル取っておくから楽しみにしてるよ。ふざけんな。私は実力で契約取ったの。莫大営業なんてするか。やめて。踏まないで。謝るまで踏むのやめないから。だったら、もっと踏んで。そう。もっと強く。こうか。はい。そうです。気持ちいいです。もっとか。もっとです。契約しますんで、もっと踏んでください。女王様。こうか。こうか。ここがお台場か。走って稼ぐなら、ここしかないよな、ね。そう。逃走中に賞金をゲットするんだ。僕って頭いい。でも収録やってるから、なんかテレビスタッフっぽい人いるし、聞いてみるか。あの、すみません。逃走中ですかそうですよ。 ラッキーあの僕全世界に100億フォロワーがいる有名インフルエンサーなんですけど飛び入りで参加させてくれませんか ?100 億番組の宣伝になるしどうぞ出場してくださいやったーあー走りっぱなしで疲れたー汗だくだし足で稼ぐって大変だなーやばハンターだ隠れなきゃとた確かにこっちに逃げたはずなのにどこ行きやがったしめしめずっとここにいれば絶対に見つからないぞどこかに隠れてやがるな絶対に見つけてやる見つかるもんかよあれ足のせいかななんか寒くなってきたハっハ 上か見つかった逃げろー待てっ、ね、どこまで追ってくるんだよ死の果てまででも追ってやる諦めろよ賞金もらえないだろ俺だって捕まえないとボーナスもらえないんだよあモデル並みの美女が上半身裸で満殺ばらまいてるどこどこどこ捕まえ 騙したな、もう絶対に引っかからないぞはっ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 あんたを巻いてやったぞ絶対に最後まで逃げ延びてやるんだからそしたらお金ももらえるし僕の融資に感動して当社費5000倍くらい登録者も爆増するはず、絶対に逃げてやる待てまだ諦めてないのかよ当たり前だ、絶対に捕まえてやる つ捕まるもんか終了でーす逃げるのも追うのもやめてくださーいやったぞ生き残ったのは僕だけだ優勝おめでとうございます賞金くれもちろんです賞金の1000万は後で所属事務所にお振り込みいたしますできたら今くれ喉がカラカラなのにジュースかお金がないごめんなさいダメですだったら小銭恵んでくれほらこれで飲めようお前いい逃げっぷりだったぜふんお前こそいい追いっぷりだったぜお疲れ様でーす足で1000万稼いだ野良のご機関でーすそんなに稼いだの私の足でも八百万だったのに二人ともよくやってくれた 稼げって指示で野良くんが稼いだんだから私のおかげっていうか会社のおかげでしょだったら1000万は会社のものオッケー。オッケーなわけあるかだったら足で取り返してやるさせないぐふふふ。<laughs> 私の足最強なんなんだよこのクソ会社僕の1000万円が次は会社にバレないように個人で出場しようと次回変な会社に出資したら爆儲けここ最近みんなの頑張りもあって業績が上がっています素晴らしいですよくやってくれているそこで事業の幅を拡大するために他の企業に出資することを検討しています いいじゃないか事業の拡大とともに黒猫アニメの登録者も伸びるといいですねその通りだみんなチャンネル登録してね会長自らがチャンネル登録誘導なんてなんてレアなシーン問題に戻りますがどんな企業に出資したらいいか難しいですね富澤君に任せてみようじゃないかえ彼は私が見込んだ男だきっとやってくれるいいんですか会長富澤君ならやれるはい頑張りますとは言ったもののどういう企業に出資したらいいかなんてわからないな 仕事めんどくさいなー富澤のハゲを早く凝らしめたいなまたそんなこと考えてるのよし野良くんに仕事を押し付けるか街に行っていろんな企業を見てもらおう出資先にふさわしい企業が見つかるかもしれないあ、富澤じゃんカレー臭が匂ってきたからすぐ気づきましたよごめんな、カレー臭を嗅がせてしまって私と同じ空間にいるのが悪いということで野良くん、外に行って出資先の企業を探してきてくれはぁ、あ、なんで僕がおかしいでしょ、このパワハラハゲパワハゲー <laughs> なんとでも言えじゃあよろしく。 いい企業が見つかるまで帰ってきちゃダメだからね。なんなんだよ。<laughs> そう、相変わらず富澤は厄介だな。もう一回地下の労働施設にぶち込まれればいいのに。にしても出資先の企業を見つけろなんて急に無茶なこと言われても何も思いつかないでしょ。むかついてきたな。そうだ、出資ってことはつまり会社のお金を企業に渡すってことだもんな。ってことは絶対に業績が伸び出しそうなどうしようもない企業に出資させれば会社は大赤字、そのまま潰せるかもしれない。なんだ、これは大チャンスじゃん。 富澤め僕にこのチャンスを与えたことを後悔させてやるさてさて今すぐにでも潰れそうな店とかないかなあったわ見るからにボロいそして臭いなになにテレビメーカーだってひたこれスマートフォンを一人一1台持つのが当たり前のこの時代に白黒テレビを作っている会社完璧だ明日にでも潰れるぞここに決めたそこ,こに出資させてやるでも出資先が一緒じゃちょっと不安だなあまりにもすぐに潰れたら会社の金を使い切れないし。 よし似たような店を探して何社にも出資させてやろう。よし、また見つけた。ここは何の企業だ黒電話メーカー。はい、出資決定またいい感じのところを見つけたぞ。今までの中でも一番ボロいぞ。何何ダダシメーカー。もう半分くらい潰れているも同然はい、出資決定よしよし、これだけ見つければ大丈夫だろう。へへへ、来月には会社が潰れているかもな。<laughs> いやー、素晴らしいよ、富沢くん。出資は大成功だ。え 最初はなんでこんな企業にいいと思ったがまさかこんなことが起こるなんてな。いやー運が良かっただけですよ。お役に立てて光栄です。何が起きたんですかあれ知らないのか ?4K テレビは目が疲れるという声が国民から上がり白黒テレビが大流行。へ<ー>それに加え超有名アーティストがたまたま黒電話という新曲をリリースしてファンが一斉に黒電話を購入。そんなことあるいらないだろ黒電話なんか。それに極めつけには駄菓子がインスタ映えすると話題になり駄菓子の売れ行きが急上昇。なんでだよ。一番インスタばいしないだろ駄菓子なんか。 いろんなバイスイーツが行る中で逆に評価されてるのよ。そんなことある出資した企業の業績はうなぎ上り、我が社に入ってきた配当金は240億円だ。素晴らしいすごいですね。なんでこうなるんだよ偶然の出来事が起こりすぎでしょ当分会社は安泰だな。なんでこうなっちゃうんだよやっぱ僕ってセンスあるな。でも、上がおじさんだと出るくいも打たれちゃうよね。これからもどんどん活躍して富澤の首を飛ばしちゃうからね。困ったぞ、我が社の業績は下がっていく一方だし、釣られて株価も下がっちゃってるし。 このままじゃ会社が倒産しちゃう。そしたら私の老後がお先真っ暗じゃないか。私より社員の働きっぷりを知ってる君たちに聞きたい。一体誰のせいなんだいとにかくこのままじゃいかん。社員に頑張ってもらわねば。そういうわけで社員一同一丸となって業績を上げてもらいたい。おっしゃる通りです。私たちが必ずや会社を救ってみせます。ね、ぶこちゃん。はい、頑張ります。ね、村君。今、ディアキンで忙しいから話しかけないで。では本日から勤務時間を延長してもらいます。みんなよろしくね。はい、みんな頑張ろうね。はい、頑張ります。 それじゃ野良くんは今日から500時間残業してね。夜勤で忙しいって言ったろお前が1,000時間残業すればいいだろ私は急いで帰らないとスーパーのお惣菜コーナーの値下げに間に合わないからあとよろしく。っておい今言ったばっかの私たちとかみんなとかあのしゅはどこ行ったんだよ。今日は私も合コンがあるから頑張ってね。ふざけんなよ。惣菜の値下げより合コンより夜勤の方が大事だろ。ぎゃー僕のスイッチがー。<laughs> なんだかんだでし発で出勤して終電で帰る毎日だ。寝る時間も動画見る時間もないよ。 要せみんなは僕より時間あるんだし黒猫アニメ一周見てチャンネル登録くらいしろよな僕はこの地獄の日々が終わったらたくさんもらえる残業代でスイッチ買い直すんだあやば死亡フラグだった <laughs> 1ヶ月乗り切ってやったぞオラくん臭いわよちゃんとお風呂入ってるお前らのせいだからな毎日毎日適当な理由でページに帰りやがって一生恨むからなはい給料やった切り替え早いくら入ってるかな1,000万くらいかな少なくとも100万円は8万円だぞおい富沢計算間違えてるぞ 間違えてはないよ。我が社の未曾有の業績不振で給料大幅カットされただけだし。マジかよ。私見ちゃったの。富澤部長が社長に業績不振の原因は野良君んが働かないせいだから、野良君の給料だけ減らしてくれって頼んでる姿を。ごめんね。みんな減らされてるからさ。我慢してよ。だったらしょうがないよな。なんて言い訳ないだろうが。今回ばかりは絶対に許せん。<laughs> すみません。労働基準監督署ってここですかそうですが。って、くさ。 うるせえだったら鼻つまんで僕の話を聞きやがれ。はい。うちの会社が僕に500時間残業させてあげく、給料が8万円だったんだよ。今すぐ偉いやつ全員ク首にしてくれ。なんですって、そんなひどい話聞いたことありませんよ。絶対に許せませんね。怒ってくれるのは嬉しいけど、ごめん、ちょっと怖い。明日にでも会社に伺って調査いたします。結果次第ではうち首拷問の刑に処します。いや、何次第今のうちに刀を研いでおかねば。では、これで失礼します。いや、本当に普通に首でいいからね。<laughs> そわそわ どうしたのな何でもないまさか本当に首切ったりしないよな血の海は見たくないぞ失礼しますきたーよかったー刀を持ってないどちら様労働基準監督署の監督官です早速調査いたしますしまった野良くんに500時間残業させたのバレたらまずい調査の結果次第では首を普通に首でいいんだってってあれ君どこかでまさか富沢くん久しぶり高校卒業して以来じゃないそうかもお互い老けたね今度飲みに行こうよぜひぜひ で、なんだっけ。ああいや、なんでもないです。え覚えてるかな。高校時代、私が振られた時に女の子に私の魅力をたくさん伝えて考え直すよう説得してくれたのは富澤君だったもんね。うんうん。本当は私が女の子をくどこうとしただけだけど。あの時の恩は絶対に忘れないし、富澤君みたいな仲間思いの人は部下に五百時間も残業させるなんて絶対にありえないよ。だから帰ります。うんまたね。帰るなよ。野良君チクったね。僕じゃないし。今日から一千時間残業よろしく。もう無理。 あなんだこれ公の期間だろ仕事しろよこのオップンは女で話してやる次回野良マッチングアプリで爆ビション釣り上げるああいい出会いないかなあれぶこさんそんな話をするの珍しいですねめっちゃ彼氏おしいってことでもないんだけどやっぱりふと寂しくなるのよね独り身の期間が長いとわかるなー私もだよ富澤さんはご結婚なさってるじゃないですか何なら娘さんもいらっしゃるのに特居中ねあそういえばそうでした 富沢なんかと結婚するのが悪いよね黙れああ、私も出会い欲しいな二人とも実質一人みか僕が真っ先に彼女を作ってマウントを取ってやろうよしマッチングアプリでも始めるかあそうだ視聴者さんの中に僕の彼女に立候補したい人がいたらコメントで教えてねいい出会いないかなついでにモブ子さんの彼氏に立候補したい人もコメントしていいよ僕は無視するけどね んん <laughs> マッチングアプリってちゃんとやったことなかったけどこんなに可愛い子多いんだなみんな出会いに飢えてるんだな目に止まった可愛い子片っ端からスワイプしようスワイプスワイプ指が摩擦で熱いなティンダーのアイコンが炎のマークなのは指が摩擦で熱くなるよっていう警告なんだなあそうこうしている間にマッチングしたぞめっちゃ可愛い子じゃんメッセージをろうっとまリコさんへはじめまして野良です仲良くしてください趣味はうーんマチンコってのはあんまり良くないよねなんかもっと面白いやつ 上司にいたずらを仕掛けるこれでいいや、送信とお、もう返信が来たぞええー、会ってお話ししたいだってこんな積極的なのか、最近の美女はよし、もちろん会いに行くぞ、楽しみだ <laughs> うーん、待ち合わせ場所に来たのはいいものの本当に来てくれるのかな所詮はマッチングアプリだからなあ、はじめましてえ、何ですか僕、今人と待ち合わせしていてもうすぐ相手の方が来るので該当アンケートとかだったら他を当たっていただけるといえ、あの、野良さんですよね えなんで僕の名前知ってるんですかもしかしてどこかでお会いしましたメッセージしてた、森子ですえはじめましてえー、緊張してるんですか写真先だやられた顔全然違うじゃんそう、もう帰りたい早速どっかお店入ります私、どこでもいいですようん、まあ待ち合わせしちゃったしとりあえず安い居酒屋にでも行って早めに切り上げるかがん <laughs> おいしい久々にお酒飲みましためっちゃおいしいよかったですお仕事は何されてるんですか普通のサラリーマンですそうなんですね趣味が上司へのいたずらって言ってましたもんねあれめっちゃ笑いましたそうですか具体的にどんないたずらをしたんですか無人島に置いてけぼりにしたりやっぱーセンスありますねありがとうもっと話聞かせてよその上司、マ、ま、ジでパワハラがひどいんだようんうんあ新しい飲み物を頼むあじゃあハイボールですみませんハイボール2つで 2> ありがとうそれでそれで 月200時間の残業とか押し付けてくるんだよ。ひどすぎ、私もそいつにいたずらしてやりたいんですけど、モリコさんは優しいな、照れる。そろそろお会計しようか、遅くなっちゃったし、うん、半分払うね。え、怒らなくていいのいいよ、私も楽しかったし、いい女だな、モリコさん、うん、今日は泊まっていきましょう。はい。<laughs> やべえ、勢いでホテルに誘ったけど、やっぱりあんまタイプじゃないから、息子が立たない。 野良くん、焦らなくて大丈夫だよ。ゆっくりしよ。う。いい女だな。<laughs> ふーん、結局長い時間一緒にいちゃったな。顔はブサイクだけど性格完璧だし、付き合ってあげてもいいな。モリコさん。なーに僕と付き合ってよ。幸せにするからさ。ごめんなさい。え私、別に彼氏はいらないの。程よく遊べる都合のいい男が欲しくて、マッチングアプリやってるだけなんだよね。そがー僕というイケメンで超優しい男を振るだとありえないこんなポスな女に振られるなんて